日本を代表するアニメーション監督原敬一初の実写作品。映画作りも政府の統制下にある。親子の上映学校とかなぜいけないんだ。明日まで木下君。監督、木下圭介監督。これは映画を愛し続けた名監督の挫折と再生の物語、始まりの道。12月5日ブルーレイ&DVD 発売。